全然流れがないな。全然流れがありませんな。ここは Liberty Club Egging。 台湾の安いやつやんこれ。釣れた。ここでも釣れたな。これがじゃない。釣れたね。ここでも釣れたね。まあまあな食べ頃サイズですね。さすがエース海重ね、釣れましたな。まあ、このスーパーシャローは 6.6 秒で1メートル沈んでいくんで、まあ場所によるけどね、10秒ぐらいステイさせて巻きます。危な、根がかり危な。根がかりは厳禁ですな。海底の様子がよくわかんない。ボロボロ枯れちゃう。投入します。ボロボロ枯れちゃう。めっちゃハゲてきてんなこれ。さっきのイカだったんだ。ゲソがついてる。惜しかったな。これめっちゃでかかったな。これ逃した。やっぱり安いロッドは感度が違いますね。感度が悪いからイカが抱いてるのを気づくことができなかったりしますな。